最近ですね、アードオフに何個か行ってきたんで、紹介しますね。これは永山店ですね。このコーダーの、ギターが、こう見た目はいいですよね。で、ピックアップもついてて、コーダーってあの高峰ですよね。エレキギターと。で、この、これ、アルバレス・ヤイリの、GHF。ってやつで、これ弾かしてもらったんだけど、なかなか良かったでしょ。こっちもちょっと弾かしてもらったけど、やっぱちょっとペラッペラな感じの音ですね、合板特有の。で、これ12弦と、あと向こう側にあるのがこれ、ヤイリの YW。YW600 と500万円の出たんですよね。これうまくいかないの。まあいいや。これね、ヤイリ600が7万2000円。500が4万9800円。なんかいい値段ですよね、これ。というのと、ヤマハがまあ定番ですよね。FS325 かな。とかっていうのとかね。で、その後、南野店、八王子ですね。南野店に行って、小屋入り置いてあったんですよ、これ。YF1001C っていうマシーンはカットウェイの C なんだろうとかね。ジェイムズもなんかちょっといい感じのやつが置いてありましたよ。こいつはエピフォンか。エピフォンのセミアコですよね。カジノか。そう。と、こいつは、なんかでも綺麗ですよね、この辺ね。1万円前後なの。これなんだっけ、今。綺麗。渋い感じですよね。これもリスかな。黒い、なんだろスタッフォードか。まあ、かっこいいですよね。このエレキギターもちょっと見たりとかね。この13万円高いですよね、このハードオフにしても。これギブソンなのけど。というのと、今のが南野店。その次が堀之内店。堀之内店は、これはいきなりアイパニーズのこのヘッドの形かっこいいですね、アイパニーズね。どこ行っちゃったんだかって感じだ、これ。で、エピフォン系とヤマハがやっぱ定番ですね、ヤマハ。みんなちょっと買って。で、諦めちゃうのかなって感じだけど。これはやっぱニーズのこれかっこいいですね、これ。このヘッドの形もいいですよね。これヤマハのね、これミニギターですね。という感じですね。あとは最近ですね。こういうの見てるのが何かというとですね、ちょっと探してるっちゃ探してるんですよね。どれだろう。
の項目での、なんで映んないんだこれ。あ、映った映った。最近ね、この、ヤマハとか、ラグイーターとか見てるんですよね。で、ヤマハは、この、もともと見たこの FGFS レッドラベルっていうのがね、このピックガードの形がちょっと違う古臭い感じのやつで、これがなんかもう今品切れ状態らしいんですよね。メイドインジャパンで20万円とか17万2000円。この FS5 までがメイドインジャパンで、ここが FGF3 がメイドインジャパンじゃないんだけど、これ短パンなんですよね。ここまで短パンなんですよ全部で、仕様を見ると短パンですよね。マホガニー短パンとかですよね。全部マホガニー短パンなんだ。表版はシトカスプループス短パンの ARE 種類をしてるものですよね。という、まあちょっと値段高いですけどね。で、普通の、FGFS っていうのが、表トップが短パンなんだけど、まあ、裏とサイドは、ローズウッドだったり、フレームメープルだったりということですね。で、値段がね、そんなに高くないんですよね。そんなに高くないっつっても、まあいいか。値段こっちに出てるんだよね。まあ5万5千とか4万6千とか。まあ、この800グラムって3万7千円だけど、もう、実売はこんなにしないですよね。FG830。FG830 って、あ、でもこのぐらいか。でも3万いくらですよね。FG830、3万、これだと3万5000円くらいですもんね。かね、あと FS830 とかね。これ3万5000円ぐらいですもんね。今探してるのがね、まあ、最終的に、この FS の方のこのスリムタイプの方ですよね。で、なんでかっていうと、今、このヤマハじゃない、ヤイリのこの1201を持ってて、まあ、これがまあドレッドノートではないんだけど、ちょっと小ぶりなドレッドノート、これドレッドノートよりちょっと小ぶりのやつの買った上で、スケールが645っていうね、を持ってるんで、まあ安い、安いっつってもそんなに安くないけど、ちょっと廉価版のものを買うときに、同じもの買ってもしょうがないんで、この、FS ですね。FS シリーズの方。こっちか。この830あたりどうかなというところなんですが、ただ、830ってね、スケールが、スケールが634なんですよね。この FS の方。FG だと650なんだけど、フルスケールなんだけど、
こっちの1201は645で、まあ、ほぼ650ですよね。で、何が違うかというと、このラグギターも650ですよね。で、スケール短いと弦が、まあ、テンションがちょっと弱くなるんで、ドロップ D とかにしたときにですね、ちょっとビビりやすくなるっていう問題があります。ということで、ラグギター650ですよね。で、このラグギターがすごいですね、この、ラグギターの、エレアコじゃねえな。この T、あれ T270D じゃねえな。T70A でいいかなと思ったんだけどね。これが19,800円なんですよ、これ。で、ラグギター、こいつか。ラグギターってね、エンゲルマンスプルース短パンなんです、トップが。さすがにサイドバックはサッペリーかななんだけど、エンゲルマンスプルースって結構と実はこの YS1201 もですね、エンゲルマンスプルースなんですよ、トップ。同じスプルースなんだけどね。で、さすがにサイドバックはサペリだから違うんですけど、まあ綺麗っちゃ綺麗ですよね。まあ個体差はここは出ると思うんだけど。なんでちょっとこれ引き比べてですね、この T70A と、ラグの T70A と、このヤマハの FS830 っていうのをですね、比べてっていうことでちょっと考えたいなと。で、830ってスプルース短パンで、まあ合板だけどサイドバックはローズウッドなんでね。ということでちょっとこれと比べてみたいなというところですね。このラグギターってね、ここのバインディングがないんですよね。まあ、とかっていう、そういうところで、安くしてんだけど。一回音はですね、聞いたことはあるんだけど、実際に弾いたことあるんだけど、あんまりそこの時はあんまり真剣に弾かなかったからね。ちょっと弾いてみたいなと思ってます。ということで、このぐらいにしようかなと思います。